さあ始まりました。本日もシンボルのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、11月27日午後14時35分 YouTube 録画しております。現在のシンボルですけども、ちょうど41円ぐらいで今推移しております。現在ですね、仮想通貨がちょっと下落ね局面になってきてしまってですね、ビットコイン、それからイーサリアム、主力のところもですね、結構な下落になってきました。昨日からちょっと引き続き下落しております。こちらの下落の要因なんですけども、南アフリカの、ね、変異株がちょっと拡大しているというニュースを受けまして、株式市場ですね、こちらもかなりの、ね、下落をしております。ニューヨークダウも900ドルの、ね、下落になりました。日経平均もそれを織り込んでいたのか、700円の下落になってますし、ちょっと金融のこのね、リスクオフというのが進んでいるなと、センチメントもかなり悪いですし、私の方にもですね、続々とこう投資家の方から、やっぱり怖いですとかね、ちょっと怖くなりましたとか、あとそれから冗談じゃない、この下げはみたいな感じの、ちょっと叫びんとも取れるような声とかですね、それから反対に、買い場が来たねとかね、ちょっとそういう意見とか、全力買いだとかね、ちょっといろんな言葉がこう私の方にも届いてるんですけども、そんなちょっとこう、ボラティリティが高いというか、すごいエネルギーがですね、かなり上にも下にもあるわけなんですけども、シンボルにおいてもね、ちょっと同じようなことが言えるのかなと思います。こちらシンボルしっかり見ていこうと思いますが、今 41.1 円なんですね。で、私の方でもですね、昨日夕方ぐらいにちょっとシンボル買うかもしれませんって、昨日の動画でちょっとお伝えしてるんですけども、昨日夕方シンボル買いました。入金した額の半額ですね。昨日夕方39円ぐらいで確か買えてると思うんですけども、買いました。で、残り半分残っているんですね。で、その半分の半分、今日またシンボル買い増し、実はしてます。その後半分の金額においてはですね、土日のいずれかのタイミングで買おうかなというところもありますし、それからもしかしたら月曜日、また株式とかがね、ちょっと動きが出てですね、ちょっとかなり安くなると、ちょっとシンボルもあんまり望みはしないんですけども、下がってしまうかなっていうのもね、ちょっとありますので、その月曜日に買うか、ちょっとタイミングがあったところでね、またその半分はちょっと導入しようかなと思ってるんですけども、今のところそういう状況で動いてみました。私の中では今日そのシンボル動いたと言っているんですけども、私は妹からもですね、実は今日スタンプがあるスタンプが送られてきまして、全力買いっていうちょっと歌舞伎のね、スタンプが送られてきて、妹もちょっと投資やってまして、株式の方やってるんですけども、全力買いって投資、スタンプが来てたので、私はですね、もうはまだなりってちょっとスタンプを返しまして、ちょっとたしなめるみたいな今日場面があったんですけども、今そんな状況じゃないかなと思うんですね。やっぱり安易に、手数を増やすっていうのは、また私はシンボル買ってるんですけど、ちょっとパラドックスなんですけど、お伝えしますと、私は今安易に動くべきでは正直ないと思います。逆に言うとですね、腹がくくれているものですね、私のようにシンボルをもう10年ぐらい持ってもいいかなみたいなね、ちょっと形とか、もう本当にこれで損したらもう仕方がないみたいな形で腹がくくれている投資はいいと思いますけども、やっぱりちょっと安易に安くなったから拾おうかなみたいな投資は避けるべきではないかなと思います。上がってってしまうかもしれないんで、そこの投資判断は皆様の自己責任になるんですけども、私はそういうふうに判断してますね。ですので、シンボル以外は今のところ買う予定正直ないですね。ちょっとわからないですけど、流れ的にどうなるかわからないですけど、今のところはシンボル以外買う予定がなくて、シンボルを今日、昨日と買っているということなんですけども、そういう形の投資であればいいかもしれませんね。ただそれじゃなければちょっと焦る必要はないかなっていうふうに判断はしています。このシンボルなんですけども、ちょっと今日も動きが出てですね、42円、3円ぐらいまで上がった場面あったんですかね。ちょっとキューと上がってまして、他のに比べるとかなり値段は安定しているのかなっていうところもね、ありますし、ちょっとその他のものもね、少し下げ幅を縮めてきているような感じもね、あります。例えばビットコインで言うと、今日610万円ぐらいまで、朝9時ぐらいですかね、9時ぐらい下がってたんですけども、今ちょっと10万円ぐらい戻してきてまして、620万円ぐらいで動いております。それからイーサなども同じような感じで、イーサは昨日の9時ぐらい、21時に安値をつけまして、そこから2万円ぐらい今戻しているような状況ですね。ちょっと形は違うんですけども、安値から少し戻してきているのはちょっと似ているところはあるのかなと。大体おおむねこういう仮想通貨が多いですね。それからこの辺、例えば OMG、私の友人も OMG 取引している方がいてですね、OMG そろそろ買い場かなっていう、ちょっとこう個別のね、なんか声も届いてるんですけども、そういう形でちょっと、買ってみようかなっていうものが少しずつ増えてきてるような感じもね、あります。そういう声も届いてます。
ですので、ちょっと、そこで拾うのはかなり難しいと思うんですけども、どうなんですかね。ちょっとその辺も踏まえてね、新聞の今しっかり動きを追っていきたいと思うんですけども、ビットコインなどがちょっと下がってしまうケースですね。その変異株がもうどんどん広がって、国内にも入ってきたりとか、国内でも感染者がまたね、第6波、例えば1日な、東京でも何百人、何千人とかまた増えてしまった場合、この仮想通貨も下がるということになってきた場合ですね。それ以外の要因で下がるかもしれませんけども、例えば500万円台にまたなった、620万から30万下がると590万、このぐらいになった場合ですね、おそらくシンボルにおいても35円に近づいているかもしれないですね。ですので、そういう時に買うやり方も一つあるでしょうし、ビットコインがやっぱり底堅くてですね、620万だったものが、700万円とかに戻る、650万に戻るとすると、シンボルにおいては45円ぐらいの方に迎えるチャンスはあるかなと思います。 MACD もちょっとね、微妙に今クロスしているような状況なんで、少しね、ちょっと上抜けそうかな、ギリギリの今せめぎ合ってる感じで、ぶつかって下がってくるかもしれないですけども、ちょっとその辺クロスしてる状況なんで、私は今日入ったんですけどね、ちょっと抜けたかなっていうところで入ってます。40.3ぐらいですかね、41.3だったか40.3か、ちょっと忘れちゃったんですけども、大体そのぐらいの値段で買ってます。ですので、ちょっと上目線で一応考えてはいるんですけども、ビットコインがまたね、どうなるかによってシンボルも値動き、先ほどのような動きに近づいて、35に行くというわけではなくて、37、8かもしれないですけど、方向的にはそっちですね。今見えてる数字で言うと。あとは41円ぐらいで、40円ぐらいで動くっていうのも、一番、そうですね。この辺も40円で、左の方40円ぐらいで動いてますから、ちょっとこの辺で揉み合いする形もあり得るかもしれないですね。ただ、その変異株がまた、まずいことになると、40円を下回る形の35円と40円ぐらいの、このボックスを描くっていうのが一番理想では全然ないですけど、現実としてはありえそうだなっていう水準ですね。そうですね。あとは、理由なき上昇っていうのはシンボルはあんまりないかなと思うので、やっぱり売り物が少し枯れてきて値段が陽線がついて上がるっていう形のケースが多いですね、見てると。ですので、ガツンとこうでかい陽線がボンボンと出るというわけではなくて、こう、ジグザグしながら、右肩上がりで上がっていくような形が一番あるんじゃないかなと思いますね。その中で、やはりバイナンスに上場、それからコインチェックに上場して、コインチェックでジムが付与されるみたいな感じになるのかなっていうのが、一番、上がる、また要素としてはね、一番皆様が待ち望んでいるのはそのあたりのニュースかなと思います。他のね、仮想通貨取引所販売所でもシンボルが取引始めますよっていうのはありそうかなと思うので、その2つの取引所じゃないかもしれないですけども、そういう形のニュースがまた出てくれば、50円とかそれから55円、60円ぐらいにまた上がっていけるチャンスは十分あるのかなと思いますし、それから私の方ではやはりね、今日買った要因としては、来年以降ですね、シンボルのこの名が轟くというか、シンボルの声を聞かない日はないみたいな感じでちょっとイメージしてたりするし、シンボルの年になるのかなっていうちょっと形で、私の中ではちょっとこうイメージがなんとなくできたので、今回シンボルを買い増ししてるっていう状況なんですけども、2022年はシンボルの年になるっていうね、 YouTube の動画上がってます。それもよかったらまだの方ぜひご覧になってみてください。それから今日もですね、ちょっとビットコインのアンケートを取ってみたんですね。ビットコインいくらぐらいまで上がりますかという、ちょっとアンケートも取らせていただいて、こちらの YouTube ですね、私の意見だけだとね、ちょっと今話したのは私のこう価格のイメージなんですけど、私の意見だけではちょっと偏りがあるということで、最近ですね、Twitter の方でアンケートを取ったり、取らせていただいたりしてるんですね。で、今回ビットコインのアンケートを取ってみました。ビットコインちょっと今日も下がってますけども、大幅に下落ね、昨日からしてました。その中で皆様がどう思ってるかっていうのをちょっと意見調査というかね、取らせていただいたんですけども、ビットコインいくらぐらいまで上がりますか、年末までですかね。で、その時に大体500万、600万、700万、800万、ちょっと100万ずつで選んでみました。で、皆様は800万円ぐらいの今票が一番多かったですね。大体4割弱ぐらいの方が800万円ぐらいということで、こちらに票がかなり集まってますので、ここから少しビットコインも持ち直すんだろうなって思っている方が多いということなんで、それを踏まえていくと、シンボルも、ここから持ち直す。すなわち持ち直すってことは、60円の方に向かっていくってことだと思うんですね。最高値がそのぐらいですから、この直近で言うと。ですので、そこに向かっていく流れかなっていうのもありましたし、
まあ、それこそ先ほど言ったように2022年はシンボルの年になるというふうに私の方ではなんとなくイメージができているので、今回ね、増やしているのがシンボルということですね。まあ、ですので、ちょっとね、そういう面も踏まえて、これから私の意見だけではね、ちょっとね、やっぱり心もとないので、ツイッターの方でもアカウントを持ってまして、投票させていただいてますので、皆さんもぜひね、投票にこれからご参加していただいて、その意見の中の一つのね、ちょっとアイデアとして、ちょっと入れていただけたりとか、まあ、実際に投票もしていただけるとすごいありがたいなと思うんですけども、ぜひツイッターのフォロー、それからこちらのね、チャンネル登録もまだの方は、ぜひこちらの方もしていただいて、末永くシンボル同様お付き合いしていただければなと思います。まあ、最後にもう一回ですね、シンボルこれからどうやって動くか、皆さん気になっていると思います。まずこのコロナの問題が、やっぱり大きいと思います。今後の直近の動きではそこに注目するべきでありますし、まだここがはっきりしないまでは安易に動くべきではないと思います。それはまた繰り返しちょっとお伝えしていきますね。価格の方なんですけども、まあ私の中では40円をまあ起点にですね、動くということで、まあちょっと下目線でやっぱり考えておくのがセオリーかなとは思います。まあやっぱりコロナの問題がどうなるかわからないので、まあ、そこを見極めながらっていう方が多いと思います。まあ、それからやっぱりニューヨークダウン、日経平均などのこの株式の方も、ちょっとやっぱりここがね、長引いてしまうと、やっぱり大体どんなことが起きるか最後にシェアしていきますけども、大体日経平均株価、それからニューヨークダウン、ナスダックはちょっと調整してしまいます。それからダブルインバースなどね、この下がるときに上がるような株ですね。ダブルインバース、それから、まあ、なんとかベアですね。楽天ベアでもいいですし、まあ、野村ベアでもいいですけども、ベアとつく。下がった時に上がるものですよね。この辺が上がるということになってきますし、あと信用売りですよね。この辺でまあ利益、下がった時に利益取るという形のものが多分強くなってきちゃうと思いますので、まあ、こういうところがどうなっていくかによっても変わるとは思うんですけども、まあ、大体その辺が、あとマスク関連ですよね。まあ、そういう形のところが買われたりすることが長く続くようであると、仮想通貨はちょっとやっぱ安くなる傾向になると思います。その辺の株価とかにもちょっとチェックをしながら、やっていくともいいと思います。ですので、まあ、一つ局面としては41円の方に横に動くパターンですね。40円前後41円ぐらいを、まあ、起点に動くパターンの横に動くパターンと、それから35円の方にやっぱり少しずつ調整していくパターンのこの2つが一番ちょっと強めかなと思います。まあ、それからシンボルがやっぱりあまりにも強かったりした場合は、まあ、そういうコロナがあっても45円、それから50円の方に行くっていうパターンもあるかなっていうふうに思ってます。あとはまあ本当に上場が決まってまた 20% ぐらい上がるパターンが4つ目かなとは思うんですけど、これはまあちょっと期待はね、あんまりしすぎない方がいいかもしれません。まあ、あったら嬉しいなぐらいで、まあ、バイビットにね、上場が決まったばっかりでしたばっかりですので、そんなにポン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 ね、出てくるものでもないんですよ。まあ直近出たばかりですからね、そこをまた上場を期待しすぎてしまうと、少しね、あんまり、なんて言うんでしょうね。やっぱ期待は半分ぐらいにしといた方がいいかなと思いますので、現実的な動きとしてはその3つのパターン。それから最後に想定外のパターンで嬉しいパターンは、上場が決まりました。とか、そういう形で、まあ、すごいサプライズ的なものがボーンって出てきて、まあ、60円ぐらいにガツンと上がって、20% ぐらい上がってですね、上がっていくっていうのが、まあ、4つ目かなと思います。まあ、この4つの中で、どういうふうにいくかっていうのは、ビットコイン次第でしょうし、先ほど言った変異株での株式などマーケットの動きによって変わると思いますので、その辺しっかり調べて、見直して、それから目を離さずですね、行動していくという形になるかと思います。今一番相場にね、望む全ての方にお伝えしたいのは、負けない投資っていうのをぜひ心がけるのが大事だと思います。ここでやっぱり下がってからといってね、ちょっと明日上がるかもしれないって、ポンと飛び乗っていくっていうのは、一番逆に下げを広げていくというか、負債を下げていくことになりますので、広げていってしまう。それからロスカットをしてしまいたくなる行動の一番の要因になりますので、ここはね、安易に投資はすべきっていうのは、ちょっと早すぎる判断はしないようにしてみてください。まあ、この辺も自己責任になりますので、とにかく悔いのない投資と負けない投資っていうのを今、しっかり一緒に皆様としていきたいと思います。ということで、今回のシンボルのチャート分析ですね。ちょっと緊急配信ということで、すいません、ドタバタしてたかもしれませんけども、またですね、シンボルのチャート分析、しっかり明日もしていきたいと思います。また何か大きく動きありましたら、もしかしたら今日夕方とかにも上げるかもしれませんので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回シンボルのチャート分析、以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。